プリエドルは、ボスニア・ヘルツェゴビナの都市及び、基礎自治体で、ボスニア・ヘルツェゴビナを構成する構成体の、ウチスルプスカ共和国に属する。プリエドルは、スルプスカ共和国では2番目に、大きな都市で、ボスニア・ヘルツェゴビナでも6番目に、大きな都市である。経済的にも豊かな都市で、幅広い工業やサービス等の産業、教育機関などが立地している。地理的にも、 戦略的な地点に位置し、ザグレブやベオグラードのほか、ルブラナ、ウィーン、ブタペストなど、欧州連合加盟の近隣国の首都へも近いことから、工業や商業の成長にとって、ボスニア・ヘルツェゴビナにとっては重要な位置を占めている。2006年から2009年にかけ、建物の修復が進められ町は刷新され、現代ヨーロッパの中規模都市のようになった。プリエドルは、 様々な宗教的な場所が混在することで知られており、カトリック、正教、イスラーム等の文化遺産がある。歴史的なオスマンキアオーストリア時代の建物は、プリエドルの街の景観を表している。プリエドルは、ボスニア・ヘルツェゴビナ北西部ボサンスカ・クライナ地方にあり、サナ川とゴムイエニツァ川の下半に位置し南西部の丘陵地には小皿山が控える。地形的に、 北東部にかけ標高が上がり、徐々に800から900メートル級の標高になる。佐奈川によって形成された沖石層に沿っており、南西部にはその市役が走る。要塞化された箇所や居住地は、比較的早い時期から存在し、基地の史実によってプリエドルは17世紀まで、その後を遡ることができる。しかしながら、プリエドルはこの地域の中心でありより古くから、 植民が行われ、文化が起こってから現在に至るまで、連続的に続いている。多くの戦死時代や中世の考古学的発見がなされており、戦死時代では、紀元前2100年頃に遡る生活の証拠として、多くの居住地跡が発見され、居住地の低い方では古墳なども見つかっている。ローマ時代以前やローマ時代には、プリエドル周辺は、 イリュリア人部族のマイザエ族やパンノニア人が居住しており最高能力があった。ルビアはブリーエドルに近く多くの遺跡からローマ時代の証拠となる鉄製品が見つかっている。ゼコビに鉄器時代以来のイルリア人の古墳がある。また、伝説ではサナガワはローマ人が名付けたとされる。1878年までボスニアはオスマン帝国の支配下にあった。 約200年前、この地域では数多くの要塞が築かれ、オーストリアから絶えず国境を守っていた。大トルコ戦争期にオスマンが敗北を期すと国境はオーストリア側が恩恵を受ける東側に移動する。プリーエドルが最初に研究されたのは1693年から1696年にかけて起こった戦いで、 オーストリア側領域の司令官により、ラテン語で書かれた要塞の居住地が焼けたことに関する報告書で、パランカプライドル、プルアンカプレダーと言及されている。パランカ、プルアンカは、サナ川に人工的に作られた島に築かれた木製の要塞を示している。それはあまりはっきりとしていないが、プリーエドルの地名はそこから得たものとされるが、現在は二つの説がある。一つは、 サナガワの浸透によってこの地域一帯が洪水になったことに関連し、セルビア・クロアチア語等で浸透を意味するプローダーと二つ目に考えられているのは人と馬の間で競争が行われたことから来ている説である。馬は一般的に泥として知られ、競争では人が勝ち馬の前にゴールに達したことから前を意味するプリーイエイと合わせて馬の前を意味する フリーエドレとなったとも言われている。18世紀の中頃、新たに石で築かれた要塞が現れ3つの塔と大砲からの2つの発射口が設けられていた。1745年のイスタンブールからの情報の公文書には2つの町に新たに築かれたパランカ、プリトルスカーダに渡る防護を指示している。これは最初にサナ川に面した要塞に関して言及したもので町は その後開発された。要塞の出現と一緒に、城壁の外側での居住地の開発も同時期に始まった。居住者はおそらく付近に住んでいたキリスト教徒で、居住地と町は一緒になり、北側へと広がっていった。町は、航行可能な砂川の恩恵によって、急速に発展し、商業や手工業の開発が進められた。後に、最初の鉄道建設が行われ、 ブリーエドルを通っている。1873年にドブルリーナからバニャルカへ至る鉄道が開業している。要塞は1851年まで軍事施設として存在したが、町の発展とともに地元住民の住宅建設に使われるため壁は壊されている。1882年、大火に見舞われ119個の住宅と56の大規模な商店、学校、 生協の教会等が被害をこり、無140世帯の家族が家を失った。翌年、オーストリア当局によって巨大な製材所が小皿山のふもとに開業し、プリーエドルの歴史では初の工業的な施設であった。大化の後、町の開発は集中的に進められ主有や国有の建物が増えた。木造の建築物は近代的な材質の建物に置き換えられ、 都市計画が作られ通り等が整備されている。新たにセルビア系の小学校や聖教の教会、ホテルなどが建てられた。街には初めて文化的な団体が現れ、同様に図書館や閲覧書、印刷書なども出現している。第一次世界大戦後、新たにユーゴスラビア王国が成立しボスニア・ヘルゼゴビナはその一部となった。プリエドルは 貿易や手工業の中心地として地域にとって重要な場所であった。鉄鉱石の鉱山がプリエドル近くのルビアに開かれ、約4000人の労働者が雇われ、街の経済は強いものとなった。鉱山は当時のヨーロッパでは最も規模が大きく、近代的なものとされていた。村コビサの記念碑は、第二次世界大戦中にパルチザンによる抵抗運動の記念で、 戦時中セルビア系の多くの市民や子供たちが、クロアチア系のウスタシャやドイツ国防軍によって、虐殺された。ボスニア・ヘルツェゴビナの独立の過程で、ブリエドルで、規模では、スレブレニツァの虐殺と並んで悲惨な虐殺といわれる、ブリエドルの虐殺が起こっている。ブリエドルの郊外である小ザラツには1992年から1995年に、かけて起こったボスニア紛争時には、 多くの母主役人が犠牲となった。プリーエドル近郊には1992年にラドバンから実地率いるセルビア系軍事組織によって設立された悪名高い強制収容所であるオマルスカ強制収容所やケラテルム強制収容所、トルノポリエ強制収容所があり母主役人やクロアチア系市民が収容されていた。ケラテルムとオマルスカの強制収容所での犯罪に ついてのボスニア・ヘルツェゴビノでの裁判前、エネス・カッペタノビッチの証言によれば、1992年4月以降のセルビア人によるプリエドルの乗っ取り後、もし新しい当局に忠誠を誓うなら、毎日白いバンドを腕に身につけなければならないと知らせていた。私たちはすべて大人や子供は同様にそれを身につけていた。と述べている。 プリーエドルは紛争中、ボシュニャクジア・クロアチア系市民、協力的でないセルビア系市民に対して集団的な強姦や虐殺の場となりカラジッチの軍によって行われていた。プリーエドルの乗っ取りに中心的な役割を果たした政治家の一人であるミロミル・スタキッチは旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷で40年の刑が言い渡されている。 2010年12月21日には、ゾラン、バビッチ、ミロラド・シュクールビッチ、リューシャン・ヤンコビッチなど紛争中、プリエドルの治安機関についていたものは150人の、ボシ逆ニク人やクロアチ系が殺された、コリチャに弾劾の虐殺で86年の刑が確定している。2010年に、コザラツには強制収容所で犠牲となった、ボシ逆ニク人を追悼し、記念碑が開かれた。 1910年からのオーストリア・ハンガリー帝国のプリエドルの人口統計によれば人口の59.08%はセルビア政教に属し多数派であった。ユーゴスラビア時代の人口統計によれば以下の通り推移している。プリエドルはボスニア・ヘルツェゴビノでは6番目に人口が多い都市で1991年には112,543人に達している。 プリーエドル市街自体の人口は1991年、現在34,635人で構成は以下の通りであった。1991年当時は、ボシュニャク人とセルビア人の割合はほぼ拮抗している。2006年現在の多数派はセルビア人である。直近の人口統計によれば、94,096人の人口のうち48%は支部に居住し、 52%は、郊外部に居住している。2006年現在の人口はセルビア人とボシュニャク人で構成され、セルビア人は人口の84%を占め8万1041人に、上りボシュニャク人は1万5055人で16%を占める。いくつかの資料によれば2006年の統計より、実際の人口はもっと多いという指摘もあり、13万人近くが、 居住しそのうち70%が支部に居住していると見られている。経済活動の活発化や大規模な建物の整備、教育機会の増加がその背景にあり、ボッシュニャク人、セルビア人の両方とも支部に移りその機会を見つけている。わずかながら、ボッシュニャク人のプリエドルへの帰還も増え、人口も増加している。プリエドルにおいて、初めて教育機関が組織されたのは、 19世紀前半に遡る。1834年、プリエドルではセルビア系の小学校が設立され後の1919 19年に公立学校と呼ばれている。1923年に初の重要な教育機関としてプリエドルギムナジウムが設立された。今日、11の小学校が市内にあり8000人の生徒がおり、 高校は6校あり4000人の学生が在籍する。音楽学校や特別支援学校なども自治体の教育機関の一部となっている。ここ数年来は重要な目的として大学、カレッジが設立されている。その結果、現在、プリエドルでは経済学や情報科学のカレッジやバニャルカ大学の最高に関する地質学の学部が立地している。 市の北西部であるペチャギには設立中の方角、経済の大学があり、プリエドルでは初めて設立される独立した大学となる。プリエドルは、ボスニア・ヘルゼゴビナにおいては、サービス産業や工業の中心地で、いくつかの大企業が拠点としている。金融では11の国際的な銀行があり、5つのマイクロクレジット機関が設立されている。 近隣国に近い地理的に戦略的な位置から潜在的な可能性もあり、ボスニア・ヘルツェゴビナの中にあっては、経済拡大には良い傾向にある。周辺部では農作地も広がっており、教育水準の高さもあり、プリーエドルでは様々な産業が可能である。プリーエドルには、世界最大の鉄鋼メーカーアルセロール・ミッタルのボスニア・ヘルツェゴビナ本部があるほか、 酸化鉄の顔料を製造する、化学メーカーのフェロックスやボスニアを代表する、鉄鋼メーカーで貯水場、機械生産設備、プラント類を手掛けるボスナモンタザが立地する。他に、クロアチアの食品メーカーであるクラッシュは、ボスニアヘルツェゴビナでも、最大規模の工場をプリエドールに有し、ミラやクラッシュのブランド名で、菓子類を製造している。プリエドルチャンカは、ボスニアを代表する、 ラキアのブランドの一つで、セルビアやクロアチアなどでも扱われている。セルパクプリエドルもまた大きな企業の一つで、紙類やセルロースが輸出されている。プリエドルでは、果物や園芸品の生産、畜産、それらを元にした食品加工業が盛んである。サニチャニコでは、南ヨーロッパでは、商業的には最大規模の魚の養殖が行われている。 ザグレブ・サラエボ・プロチェを結ぶ鉄道路線の途上にプリーエドルを位置している。また、バニャルカやクロアチアのザグレブ、試作などと結ばれる高速道路、またはそれに準ずる規格の幹線道路の整備計画がある。市内には3つの路線バス系統があり、60の停留所がある。飛行場が北東部の売リー地区にあるが、軽飛行機やグライダーなどに使われている。 サッカーのクラブチーム FK、ルダル・プリエドルが、プリエドルを本拠地として、プレミエルリーガに参加している。プリエドルで最も古いクラブチームは、テニスが1914年に設立され、サッカーはローック・プリエドルが1919 19年に設立されている。小皿国立公園内には、スキー場があり、周辺のホテルには、様々なスポーツ施設がある。 プリエドルでサッカー以外に人気があるスポーツはバスケットボールとハンドボールでバスケットボールでは KK プリエドルがハンドボールでは RK プリエドルのチームがそれぞれ高いレベルに位置している。プリエドルには博物館をはじめギャラリーや図書館、映画館、劇場など幅広い文化施設が点在するほか毎年多くの幅広い分野の文化的なイベントも開催されている。 フリーエドルは1953年に設立された小皿博物館があり、地域的な地位がある。また、地元の偉人であるムラデンストヤノビッチ博士の自宅は、今日では記念館となっている。近隣に位置する小皿国立公園には、ムラコビツァ戦争博物館があり、第二次世界大戦を含む写真や、銃、大砲など小皿の戦いで使われたものが展示されている。 ボスニアの伝統的な衣装、ブリーエドルはカトリック教会、正教教会、イスラム教のモスク等、多様な宗教が集まる都市である。今も多くのモスクが、市中心部には立地し、古いものは16世紀から17世紀に遡る。最もよく知られているモスクは、ザルシースカザミアで1750年に建てられ、メインストリートにある。モスクには、図書館や学校も含まれる。 プリエドルジ治体内には33のモスクのほか、カトリック大聖堂があるが、ボスニア紛争中に破壊され、損害を受け再建や改修が行われている。聖教教会では1891年に、ツルクバすべてとロイツェが建てられ、周辺の壁や小さな教会公園も含まれる。カトリック大聖堂では、シーベルト、ヨシップが1898年に建てられ、 中心部の劇場近くにある第二次世界大戦以前は少数のユダヤ教徒もいたが現在ではこの街でその痕跡を見ることはない。ありがとうございます。